兄弟会員の皆さん、おはようございます。今日はこちらの兄弟カードのご利用方法を紹介させていただきます。このカードならとても簡単な方法でお金を送ることができます。このカードでゆうちょ銀行の ATM に入金をしたら、自動的に受取人様に送金されます。その際に受取人様や金額について私たちにお知らせいただく必要はございません。自動的にあらかじめご登録いただいた受取人様に送金されるのです。それでは実際に ATM 機でこちらの兄弟カードの使い方を実演いたします。まずお預け入れを選択します。次に兄弟カードをこちらに差し込みます。次に提携金融機関カードボタンを選択します。その後確認を押します。再び確認を押します。入金口が開きますので、そこにお金を入れます。今回は1万円でやってみましょう。こちらのカードで100万円までご入金できます。ただし大きい金額を送金される場合には事前にご相談ください。金額によっては事前にご確認が必要な場合があります。そしてご送金金額が表示された確認画面が出てきます。確認できたら確認を押します。このようにとても簡単です。パスワードや口座番号などを入力する必要はありません。はい、入金できました。兄弟カードが明細書と一緒に戻ってきます。明細書にはウニードスと書かれています。入金金額も印字されています。明細書は必ず保管しておきましょう。これで以上となります。ありがとうございました。それでは今後ともよろしくお願いいたします。